ローベルト・ポラックは、オーストリア出身のバイオリニスト、指揮者、音楽教師、ウィーンに生まれる。同地で、ヨハン・リッターにバイオリンを、ライプツィヒ音楽院で、ハンス・ジットとフーゴー・リーマンに、音楽理論を、1903年から1905年まで、ジュネーブ音楽院で、アンリ・マルトーにバイオリンを指示した。1905年から1914年まで、ジュネーブ音楽院の教師、 第一次世界大戦開戦時に滞在していたロシアで抑留された後、モスクワ音楽院教授に就任。1919年からシンウィーン音楽院の高等科主任。1926年からサンフランシスコ音楽院高等科の教師とカリフォルニア弦楽四重相談。第一バイオリン奏者。1930年から1937年まで東京音楽学校バイオリン科の 雇い外国人教師、1941年からロサンゼルス音楽院の教師を務めた。新興協楽団とバイオリニストとしてのほか、第126、131、160回定期公演では指揮者として共演した。教え子に、ニコライ・ベレゾフスキー、井上武夫、内塚達夫、平井幸三郎、ブローニスワフギンペール、アイザックスターンがいる。ありがとうございます。